村井倉松から1953年10月23日は、日本の政治家。青森県八戸市の八代目市長。青森県桃石村に生まれる。1911年に、東京高等商業学校卒業。1914年高等文館試験外交化に、合格し、長春領事官補となる。東和道文書印象業学教師。 外務省通商局第一課長、同、第二課長、上海総領事、シドニー総領事などを務め、上海総領事時代には、第一次上海事変に対応し後鉄上、上海市長と協議を行った。上海天朝節爆弾事件で重傷を負う。シドニー総領事時代には、日豪通商公開条約締結に向けた交渉に当たった。1937年から、 シャム講師を務め、有効通商公開条約に調印。退官後、1951年に八戸市長に就任したが、任期途中で死去した。病気のため市長在職はわずか2年であった。総合対策審議会を設置し、戦後間もない八戸市の本格的な長期ビジョン、グランドデザインに着手しその理念が、後世に生かされたと評価されている。また、 八の港の重要港湾指定、小中野漁港の着工に取り組んだ。ありがとうございます。